作家って結構夜はお酒飲んでそれで朝遅くまで寝ててそれから起き出してっていうようなイメージがねあのまあどちらかというと夜型のイメージがありますけども父はそうじゃなくて本当にこうすべてこう規則正しくきちっとそれで一日の書くノルマももうノートにこっからここまでこういう感じで書くとかねそういうのをきちんと立ててこうね すごい緻密に仕事をやってたみたみ、ね、結局だん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 この家庭内の方にね目を向けるようになって常にうちにいるから普通のサラリーマンの方のお父さんがどうなのかって分からないけどもまあちょっともうねうん何て言うかないつもいつも。 言って面倒くさいなっていうところもあるけれどもその分なんか子どもの頃はねあの一緒にキャッチボールをしたり走ったりこうしてくれたんでね、うんまあ、そういう意味でねまあいい父親だったと思いますよ。<laughs>